よろしくお願いいたします。はい。今日ね、これ30年くらい前の話だそうなんですけど、芸術系の大学に通ってました B さん、女性の方なんですが、入学して最初の夏休みを帰省をせずにアパートに残って、夏休みの課題とアルバイトをして過ごすことに決めたんだそうです。大学は関西の田舎にあって、大学のすぐ近くにアパートを借りて住んでました。昼間はアルバイト。帰って夜から朝方まで夏休みの課題をして、そこから昼くらいまで寝る。最初はきついなと思ったそうなんですが、だんだん慣れてきまして、生活にリズムがついて、お金も稼げるし、夜静かで結構課題がやりやすいということで、あ、いい夏休みだななんて思って過ごしてたんだそうです。8月に入ったある日、夜中に課題やってますと、急にチャーハンが食べたくなった。作ろうと思って冷蔵庫を見ると、チャーシューもないしハムもない。その時はね、どうしても肉っぽいものの入ったチャーハンが食べたいと思ったそうで、田舎なのでやってるのは歩いて15分ほどのコンビニくらい。暗がりも多いし、一人で夜中出歩くのちょっと怖いなと思ったそうなんですけど、食欲には勝てず、A さん、家を出てとぼとぼとコンビニに向かいました。コンビニでハムを買って、その帰り道、ある程度の間隔で電柱に街灯がついてるんですけど、ある街灯の下にちょこんと何か座ってるのが遠くから分かったんです。少しずつ近づいていくと、どうやら猫なんですね。B さんどんどん近づいていくんですが、猫は逃げることなくじーっとして座ったまま、とうとう猫のいる街灯の下まで来ると、まだ逃げずに、にゃーっと一声鳴きました。近寄ってしゃがんでよく見てみると、黄色いしまの入った虎猫、どうやら野良猫で、しばらく餌も食べてないのか、げっそり痩せてまして、病気にかかってるんでしょう。目は目やにだらけ。体にはやぶかがびっしりたかってる。とても蒸し暑い夜で、それがなおさら体力を奪ってるのか、もう顔を振り払う元気もない様子なんですね。はあ、かわいそうに。お腹減ってるよね。B さん思わず持ってるスライスハムを開けて、一枚猫に差し出すと、ギャララララララッとうなり声を上げて、ものすごい勢いであっという間に平らげる。すると、にゃーっとまた一声。もっと欲しいって言ってる。もう一枚。それも平らげて、またにゃー。ここで B さんふと我に返るんですね。ここでハム一、二枚やったところで、連れて帰って面倒を見るわけにいかない。ペット禁止のアパートなんです。今なら野良猫の保護をやってる団体があるなんて知られてますけど、当時はまだ今ほど一般的じゃなかったって。猫はもう B さんをすっかり頼りにしてしまって、 B さんのしゃがんだ膝頭に顔をこすりつけてるんです。なんとなく自分が偽善者になったような気分になって、私まずいことしたかも、ごめん、本当にごめんねって言って、そのまま猫を置いて振り切るように B さんアパートに歩き始めました。すると猫はニャーニャーと鳴きながら B さんについてくるんです。でも弱ってる猫ですから、小走りになってる B さんには追いつけなくて、ニャーニャーという鳴き声がどんどん小さくなっていく。途中で一度振り向くと、電柱につけられた街灯に照らされて、ぼんやりと影のような姿で必死に B さんを追いかけてくるのがわかるんですね。ああ、ごめん。やっぱり面倒は見れない。ごめん。B さんはそう思ってまた小走りに進み始めます。あと一つ、辻を通り過ぎるとアパートはもう目と鼻の先。辻を通り抜けてアパートの前まで来て、そこでようやくもう一度振り向くと、さっきよりもっと離れて小さくなった猫が、相変わらず、にゃーと言いながら、こっちに向かって歩いてくるんです。そのまま猫が辻の手前までやってきました。辻を越えたらすぐこっちに着いちゃう。
そのまま振り切って部屋に入ろうか迷ってると、猫は辻を通り抜け始めました。ちょうどその時、ヘッドライトが道を照らしたかと思うと、色はわからないが黒っぽい車が、すごいスピードで辻を通り過ぎて、すぐにキューッと急ブレーキをかけて止まったんです。B さんはまず目をつむって顔を背けて、それでもゆっくり辻の方を見ると、ハザードの点滅する光の中ね、車からスーツ姿のような男性が降りてきたのが見えて、辻の真ん中あたりをじーっと見たり、しゃがんで車の下を覗いたりっていうのを繰り返したんですね。しばらくして男性少し佇むと、一つ首をひねって車に乗ってそのまま走り去ってしまいました。 B さんドキドキしながら恐る恐る猫が差し掛かった辻まで戻ったんです。猫はどこにもいない。跳ねられたと思って車の進行方向にも歩いて行って、暗いので身をかがめながら辺りを見回したんですが、猫の姿はないんです。ただね、猫が最後に見えた辻の真ん中まで戻ってもう一度地面を見てみると、ちょうど車が急ブレーキをかけたあたりから前に向かってスプレーの跡みたいに放射状にね、今撒かれたかのような真新しい白い粒のようなものが飛び散ってて、そばには丸いハムが2枚ペロンと落ちてたって。 B さん息するの忘れるぐらい驚いてね、箱のようなもんじゃなかったんだ。そしてなんか急にとても悲しくなって、 B さん全部の粒は無理なんで、いくつか手のひらに乗せて持って帰って、次の日の朝アパートの入り口のところに花壇があったそうで、そこの目立たない影になっているような場所の土を少し掘って粒を埋めましてね、水と猫の餌を買って備えたって。私なんか魂っていうのを生まれて初めてしっかり感じた出来事でしたって。それ以来猫との縁を感じて、引っ越ししてからずーっと猫を飼い続けてるそうで、もう2匹見送りました。あの一件がなかったら猫を飼うということはなかったな。懐かしそうな、ちょっと寂しそうな顔でね、こんな話をしてくれました。